A フラ図鑑。半年もかからず行ってるイメージですかね。僕1年で16、17行ってるんですよ。ずっと一貫して考えたのは飛びだけ。これまたちょっと抽象的なあれなんですけど、はい、ここだけは譲れないっていうちょっとタイトルでやっていて、ダーツを入れる上で最も大事だと思うのはここだっていうのを聞いてるんですね。ああ、はい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 。例で言うと、例えば UNO の店長のユータは手離れする際の夜覚、もうそこだけ意識すればもうグリップがどうだろうがスタンスがどうだろうが関係ないみたいな、うん、そうですね、これだけは譲れないなんなぁ特にね、とにかく入れればいいやと思うタイプ。はあ、でフォームとかも別に気にしないし、うんうんうん、外人タイプというか、はあ、外人選手っていうね、いろんな投げ方してるけどでも入ってるみたいな、うんうんうん、僕も結果が全てだと思ってるんで入れればいいタイプなんで、うんうん、だからなんかその角度がどうこうとかって気にしたことないですね、うんうん、投げる前に僕こうやってくるくるってやるんで、うんうん、それぐらいでくるくるってやりたい。くるくるってやるんですよね。うんうん、そう、くるくる落としたとしてもくるくるするし、うんうんうん、くるくるはしたいそれぐらいです。ありがとうございます。なんかあれですか、逆に意識しない方がいいんじゃないのとかあったりするんですか。こう握ってこう引いてこう投げるみたいな。あー、それ言ったら僕はあんまり気にしないタイプなんで、うん、だからイプスにもならないと思ってるし、うんうんうん、入れればいいのに投げればいいのにタイプなんで、うんうんうん、なんか細かいところはほとんど気にしたことないですね。だからその気持ちがあんまりわからないですね、うんうん、なんかフォームめちゃくちゃ綺麗じゃないですか、まあ、自分で綺麗ですっていうのもあれかもしれないですけど、まあ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 、綺麗って多分言われますよね。言われる方ですね。なんか素直な多分フォームだと思いますね。あのフォームができるまでにはなんかいろいろ考えてフォームを直さなきゃあの綺麗なフォームにならないって勝手に思うんですけど。ああ、それで言ったらあれですね、無駄なことはしたくないタイプなんで、めんどくさがりだから、うん、だからシンプルに投げたいなーで多分今の形になってるんじゃないかな。じゃあフォームを綺麗にしようとかはしたことなくて自然と今の形になって、あ、そう、もうシンプルにが今の形になってると思います。ありがとうございます。で、次なんですけど、初心者にアドバイスっていう、一番難しいですかね。まあやりづらかったら自分が初心者の頃の自分に何かアドバイスがあれば、あ、こういうことやったらいいんじゃないみたいな。結局でもずっと投げてたんで、うん、ほんと毎日投げてたんで、やっぱ週2、3ぐらいで上手くなりたいんですって言われても、いや俺昔毎日投げてたしな、まず増やそうか結果投げる量多分質より量かなみたいな、まあ、質が高い方が早く上達させるけど、でも量って絶対的に必要だと思うんで、その量はやっぱりこなしてもらわないとやっぱ上手くはならないで、うん、その量ですね、投げる量を、うん、増やしてほしいぐらいですかね。アドバイスっていうか、うん、A フラ図鑑っていう企画の中で、はい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 、ダーツバー名鑑っていうのを一個作りたくて、まあ一応 UNO ダーツカフェ UNO が運営してるチャンネルだけど、いろんなダーツバー行った方が面白いと思ってて、はい、もうおすすめのダーツバーをいろんな人に聞こうみたいなコーナーになってるんですけど、渋谷の宇田川町にあるグローブ店長でお仕事させてもらってるんですけども、そうですね、僕以外にも一応副店長として金子健太2人でお店に立っていることが多いので、結構ダーツ好きな人にはたまらないお店かなと思いますし、まあ練習相手にもなれるとは思ってるんでいいんじゃないかなと。
って思います。はい、店もめちゃくちゃ綺麗ですよね。出来たてだから。出来たてです。2ヶ月経ってないので、今だとちょうど投げる人たちもちょろちょろ今集まってきてるので、そこで練習会とかもなんか企画していけたらなと思ってるんで、たくさん投げに来てくれたら僕は嬉しいです。駅から近いです。4分5分、そのぐらいなので。一番わかりやすいここへの来方を説明するとしたら、カラオケ屋の隣でもありますよね。カラオケ、何なんだろう、歌広か。これなんか渋谷来る人だったらわかりますよね、多分これ見ただけで。いや、わかんないですかね。ラビがわかんない人も多いもんな。え、マジですか。ドンキ、ビアポンが…そうです、うちグローブがビアポンをガッツリ押してるお店なので、ビーポン玉を、3球投げて相手のプラコップに入れてどんどんこう外していくっていうような感じなんですけど、そこもかなり、楽しいコンテンツになってるので、1回やってみてもらえたらなと思ってます。ビアポンって未経験の人でも遊べるんですね。もちろんです。未経験者しかいないんで。ああ、そっか、そっか。それは僕たちが、はい、いろいろ説明して、でずっとついて、スプレーしてもらうような形なので、誰でも楽しめると思ってます。はい。結構初対面の女の子とかとやったりしても盛り上がりますよね。そうです。それが一番盛り上がると思います。めっちゃ騒いでましたもんね。いやーって。めっちゃ面白いです。これ、そのビアポンだけをやりに来るお客さんも、全然いるのでダーツ投げないで、それぐらいやっぱり確立してるようなゲームになるので、やってほしいですね。ありがとうございます。